ウエストジャパン55キロトーナメント1回戦 B ブロック。 MA 日本バンタム級王者キング京介、ディープキックを主戦場に戦うキング京介は4月に MA 日本バンタム級王座を獲得し、チャンピオンとしてこのトーナメントに熱い決意で挑む。チャンピオンになってからの自分の力を証明する機会が、トーナメントってワンデーってすごく過酷じゃないですか。ワンマッチと違って気持ちの持ちようとか、やっぱりそういう場面で優勝すれば全国におのずと自分の力が知らしめれるかなと思うことに関してはすごくチャンスだなと思ってます。チャンピオンとして絶対に深野さんには負けれないです。対するはイノベーションスーパーバンタム級1位中塚幸信。関西では名の知れたハードパンチャーで、シュートボクシング王者内藤大輝にも勝利したことがある。中塚もこのトーナメントには強い思いがある。僕はもうキックの集大成すべてを出して大阪カップのベルト取りに行って、次のステージに行かないとも僕はもう次がないと思ってるんで、もう死物狂いで頑張ります。この両者は以前から顔見知りであったが、この大きな舞台でついに戦うことになった。いつか当たるやろうなっていう存在ではあったんですけど、それがこのような大舞台で、言うならもう戦友、心の戦友みたいな感じになれるチャンスが来たんで、かといってもう全然花を持たすつもりなんてさらさらないんで、はい、そこはもうきっちりもう1ラウンドから倒しに行くっていう気持ちはあります。会見始まる前に喋ってて、決勝で当たろうなっていう話をしとったんですけど、まあ1回戦当たったんで、まあ、もうそれはもう当たった以上もう倒しに行くとお互い言い合いましたので、もう1ラウンドからガンガン行こうかなと思ってます。互いに前に出て戦うタイプの選手、 KO 決着必至の予感。まず、1回戦、優勝とか勝った時のことを考えずに、まず目の前の相手をもう殴って蹴って、ただただ僕が殴って蹴って倒して、その先に優勝があるのかなと思っているので、まずは初戦をぶっ倒して全力で突破したいと思います。2人とも多分殴り合うタイプなんで、多分見てるみんなは面白いんじゃないかと、お会いでくれると思いますよ。ウエストジャパン55キロトーナメント1回戦 B ブロック、キング京介 VS 中塚幸信。